相葉雅紀さんの結婚相手は有村架純さん2の一般女性。お互いが惹かれ合ったのは動物好きという共通点。相葉さんが生放送の仕事で家を開けている時に明かりがついたことで反動性がバレた。相葉さんは危機管理の鬼とも言われ、どこのマスコミもツーショットを撮ることができなかった。相葉さんと桜井さんの同時結婚報告で、相葉さんと桜井さんが結婚すると勘違いしたファンが多数いた。